東京で震災前からユーストリームみたいなライブメディアを使った情報番組のこう制作会社みたいなのをやってて、それで震災が起こった時にこのメディアを使って震災の情報を発信しなくてはという思いになんとなく駆られてしまって、まずはボランティアにどうやって行ったらいいかとかいう、なんかそういう情報番組を始めて、定期的にイベントの中継なんかも請け負い始めて、震災復興関連ですねのイベント中継を、まあ、やっぱり現地に来られない方やより多くの方に周知していきたいということで、そういった情報発信を継続的にやっている団体です。東京とかと違って回線が豊富にあるわけではないので、配信しようと思った場所で回線の帯域が足りなくて配信できないっていう、配信しようと思って告知までしてたんだけれども実際にはできませんでしたっていうことは結構あって、やっぱり発信の環境についてはこれからまだまだ課題が山積みで、思うように配信できないこともあるなっていうふうに思います。例えば今日3時間ぐらいのイベントをやっていて、その3時間のイベントをライブで3時間見るってできるんですよ。なぜだか、なぜかできるんですよ。ところがこれを3時間アーカイブを見ようとすると、これはでもものすごいハードルが上がるんですよね。これは一つはソーシャルストリーム上で同じように見ていらっしゃる方とコミュニケーションを取りながら見れるっていうライブ感みたいなものが、その見るモチベーションのアップにつながっているとは思うんですけれども、なのでこれからもそういうそのライブにその場には来れないんだけれども、ライブを見てることによって同じそのライブを見てる人同士のコミュニケーションとかコミュニティっていうのの形成っていうのは一つまた可能性としてはあるなと思っていて、ライブにこだわってやってます。もう街づくりのためのメディア作りということで、ちょっと街づくりに特化したメディアを作って、双方向メディアを作っていこうというふうに思ってます。でそれは同じようにユーストリームを使ってどうやって街づくりを住民主役の街づくりのスタイルにできるかっていうちょっとチャレンジのところもあるんですけれども、そういう活動にちょっとずつシフトしてます。復興期に入ってメディアのあり方っていうのもちょっとずつ変わってきたのかなと思ってますので、そういったところもぜひ期待いただいて、これからもご支援またご協力いただける方が増えてくださると嬉しいなと思ってます、はい。